西に一筋の内商店、緑のテント紺色のレンガラスの引き戸に鉄板3つ座れるかなって外からわかる。11時半から9時までの口商店、毎日やってますの口商店。23年西王子市場は市電が交差、パチンコ玉入れ行員さん、向かいの小金より疲労回復、パンやアイスや湯上がりに、今でいうとこコンビニですな、おそまで繁盛してました。ケーキにお餅、木箱のみかん、配達もやってましたで野口商店。直接入れてもうてます、美味しいからね。飲み物は自分で取って、マヨネーズいりますか。仙台からの佃煮も絶品でした、野口商店。野口商店2代目、みんな先生と呼んでます。お店と育った孫の兄弟、野口商店を全力サポート、建物改修、コロナ乗り越え、SNS もやってます。